こんにちは、フラコットデコの花姉妹です。はい、今日は花市場行ってきましたね。行ってきました。今お花が市場から届いて、はい、下準備をしています。はい、スタッフの中に花の魔術師というスタッフがいまして、ちょっとプタッとなってしまっている花 もうピーンとさせるような、でそのお花によって下処理の方法を変えたりできる、はい、ね、素晴らしい腕を持つスタッフがいるんです。はい、はい、それでは水揚げの、様子を潜入してみましょうか。はい、では行ってみましょう。ではこれから水揚げをしている作業場に行きたいと思います。あ、その前にお店に桔梗が咲いています。昨日半沢直樹、皆さんご覧になりましたか？その時にご紹介した桔梗、花言葉は誠実、フラコッタの入り口にも桔梗が到着します。市場から、届いたお花たちです。今日青いガーベラですかね、はい、藍色のガーベラと少し黒い色のガーベラ、これは珍しいです。はい、これ染めてあるガーベラで、今回ちょっと あるアレンジメントに入れるようです。青っていうとお花の中で青いお花って少ないんですよね。今日は青のお花結構仕入れてます。水切りっていうのはだいたい何センチぐらい切ったらいいんでしょう？だいたい1センチカットしてあげれば、十分ですかね。はい、はい、だこれは一般的な水揚げの仕方ですね。はい、花瓶のお水が少なめがおすすめです。今こちらは何していますか？はい、アスパラのお掃除してます。お掃除っていうと葉の部分を取ってるんですね。はい、そうです。このまま水に浸かっちゃうとお水が濁ってバクテリアが湧いてお花の持ちが悪くなるので、お水の浸かる部分はなるべくお掃除して取ってます。で切りむきしてます。切りむきって何ですか？はい、導管を出してあげてお水を吸いやすくする、年季の入った軍手ですねでしょやっぱり手の保護大事ですよね。大事です。もう本当に大事です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはブルースターですね。何しているんですか？焼き上げ用の下準備をしております。下準備、はい、あれ巻いてこれからどうするんですか？巻いてバーナーで根元の方を焼きます。お布団みたいにくるんじゃうんですね。そうですね、暑さから、保護するために新聞を巻きます。で熱が、伝わらないように、なるべく伝わらないようにしております。これ出来上がった姿です。お花たちが布団にくるまれているようですね。ちょうど音楽もおめめの音楽でこれは何してますか？これはですね、エアプランツをちょっと霧吹きで吹いて生き返らせてます。霧吹きでお水はどのぐらいの頻度上げるといいですか？そうですね、だいたい1週間ぐらい見て、ちょっとカサカサパリパリしてきたらその前に霧吹きを吹いて、潤してあげましょう。はい、すごく綺麗なグリーンでもしゃもしゃしていて可愛いですね。今は霧吹きしてるのでちょっと濃いグリーンになってるんですが、このままお部屋に、2、3日飾ると白っぽい灰色のエアプランツになります。どうでしょうか？どうですか？お花によってね、水揚げ方法が全然違うので、またこういった動画をたまにアップしたいと思います。仕入れたお花は 4,50 種類ぐらいありますけれども、その中のね、ほんの一部だけをご紹介しています。当店のフラワースクールで自由花材選択のレッスンが明日から始まりますね。そうするといろいろなお花がある方が生徒さんも選びやすいですし、組み合わせる楽しみみたいなものもあると思います。なのですっごい種類を用意しておりますので、どうぞ楽しみにしていてくださいね。はい、とここで、皆さんお知らせがあります。はい、9月30日明日ですね。明日、はい、明日11時55分から日本テレビで放送される
ヒルナンデスに、うん、私たちフラコッタデコの阿佐ヶ谷姉妹が出演します、うん、はい、楽しみですね。楽しみです。どのような内容かは私たち全く分かっていないんですけれども、はい、ただ見ていただけると、うん、お花をね、うん、家に飾りたいなってきっと思っていただけるような内容になってると思います、うん、思います。ぜひ一緒に楽しみながら見ましょう、うんうん、はい、それでは本日も最後まで見てくれてありがとうございました。また YouTube 動画でお会いしましょう。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ明日のヒルナンデスを見てみてください。それではまた YouTube 動画でお会いしましょう。さようなら。